はい、二条さんお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、現在ね、その新山恭平さんとの対戦というところで、今日のレッスンはどういうことを考えて臨まれました？そうですね、まあ、シャバンが良かったというのもあって、はい、まあ、新山さんのレッススタイル的に新山さんの後ろがベストかなと思ったし、うん、まあ、正直力の差があるので新山さん任せなレースに、まあ、完全になってはいるんですけど、うん、まあ、その中でも、まあ、一着入れているので、うん、いいかなと思います、うん、まあ、今で言うね、ちょっと新山さんとのその力の差というのは、そうですね、うん、まあ、正直ジャンのところで、うん、まあ、青柳君とやり合った中でのペースダウンもあったんで、うん、まあ、強い選手ならあそこで仕掛けるだろうと、うん、いけるいけないにしろ、そういうまあ自信もやっぱ今回はなかったのかなと思いますし、うん、まくり追い込みしかできなかったっていうのは、まあ、自分の脚力の、うん、あれと、まあ、メンタルのそういうのもあると思うので、まあ、これからちょっとずつ、うん、戦えるようにはしたいなと思います。また本当にその上の舞台にというところ、今どうですか、その気持ちの面でいうと。気持ちの面はもうチャレンジャーでしかないので、常にどのレースやっぱ G3 以上になると、どのレースでも自分より格上の人なんで、まあ、その中でまあしっかり勝てるようになっていけば自信になりますし、まあ、負けても何か得れるようなレースをすれば、まあ、どういう練習したらいいかっていうのも多分見えてくると思うので、まあ、それを、が簡単にできれば、まあ、いいですけど、できてないのがまあ現状なんで、頑張りたいと思います。うん、やっぱり、まあ、新山さんレベルの人と戦うとね、そこがなんかきっかけになって、そうですね、ここからあるんでしょうしね。もうついていくだけで足いっぱいなんで、2周半ね、全力で前で走ってる人、の後ろでいっぱいいっぱいなんで、うん、同じ自力としてやっぱりレベルは違うなっていうのは思います、うん、いつかじゃないけどね、そのちょっとずつ埋めていって、それはそうですね、やっぱりいつまでもそういうこと言ってられないんで、うん、やっぱ近畿の後ろの選手についてもらった時に、うん、まあ、頼もしい選手であれるように頑張ります。はい、また頑張って。はい、ありがとうございます。